はい、みさん、こんばんは鉄道総合館です。え本日は、緊急で動画を撮らせていただいております。えついに、東北新幹線の全区間の運転再開が決定いたしました。二千二十二年四月五日、東日本旅客鉄道株式会社から出たニュースになります。三月十六日水曜日に福島県沖で発生した地震の影響で、東北新幹線は現在、福島・仙台駅間。 運転を見合わせておりますが、復旧作業及び安全確保の見通しが立ったことから、4月14日木曜日からの全線運転再開を予定しておりますということです。運転再開は2022年の4月14日木曜日になります。3月30日にお知らせした4月10日までの臨時ダイヤについては、 前線運転再開日の前日4月13日まで期間を延長いたします延長となる4月11日から13日の指定席券は4月6日の営業開始から発売いたします運転再開後郡山一の関駅間は引き続き除光運転が必要なため臨時ダイヤで運転いたします 詳細な時刻は別途ご案内いたします。平常運転の再開時期については復旧作業が進み次第改めてお知らせいたします。まあ目安ではあの5月のゴールデンウィークのあと5月10日前後というふうに聞いておりますえ。地震による被害の状況と復旧工事の状況を別紙13章新幹線高架橋の 耐震補強状況及び本地震での損傷状況こちらは別震に参照という形になります地震により被災した設備の復旧状況電柱被害79本河川断線が2箇所その他駅設備だったり軌道変異損傷であったり 被害状況の合計は約1000か所という形になっております。はい、ということで、まあ、これだけ被害を受けたにもかかわらず、なんと約1ヶ月での運転再開という形になります。すごいですね、1ヶ月経ってないですね、素晴らしいですね。まあ、行運転はあるものの、まあ、1本でで、乗り換えなしで 全区間乗車ができるという形になります。まあ、記載はないんですけれども、おそらく臨時快速がですね、現在福島と仙台の間1日数往復運転されておりますが、こちらは全線運転再開に伴っておそらく運転終了となる見込みです。また特別急行日立号ですね、こちらが、 一部列車がいわき仙台駅間運潮運転原町仙台駅間臨時快速として運転を行っておりますがおそらくこちらもいわき仙台間の臨時快速に関しては終了するものと思いますただ原町仙台駅間に関しては徐行運転での臨時ダイヤが続く限りは引き続きそういった形になるものと思います また新しい情報入りましたら皆さんにお知らせいたします。ということで本日は東北新幹線全線運転再開の見込みが立ちましたという明るいニュースをお伝えしました。ごご視聴ありがとうございました。